佐藤光一12月10日隊は日本の俳優。本名同じ。テアトルド・ポッシュ所属。身長182センチメートル、体重67キログラム。父は俳優の三国連太郎。東京都新宿区出身。幼少期から父親の仕事場だった東映東京を撮影所や日活調布撮影所に連れて行かれ、早くから映画俳優を志す。 千代田区立球団中学校昭和第一高等学校を経て1992年に並行した専門学校である多摩芸術学園映画学科中退。同校在籍中の1980年に NHK 続続受験でデビュー。翌年出演した映画青春の門でブルーリボン賞新人賞を受賞。丸の内投影で スクリーンに映った自分の姿を見て感激し、俳優として生きていこうと決意した。20代から30代前半にかけては、脇役の出演が多かったが、あ、ケイ KT で重厚な演技を披露。これらの作品の映画賞獲得における大きな原動力となっている。演技力の高さから舞台への進出も期待されているが、自分は、 映像で際立つ役者であることを理由に一貫して映像作品への出演を貫いている。2012年4月、東北芸術工科大学の文芸学科客員教授に就任した。任期は2015年3月31日までの3年間。私生活では1986年にモデルの女性と結婚したが、手塚里美と,との不倫騒動もあり3年後に離婚。 1993年に舞台女優と再婚。前妻と現在の妻との間に、それぞれ一時ずつ設けている。現在の妻との間に生まれた息子、広志一郎は俳優。なお、マネージャーは、フジテレビジョンが展開する CS 放送チャンネルである、フジテレビ1で放送されているゲームバラエティ番組、ゲームセンター CX の2代目 AD の笹野大使である。 趣味等では芸能界屈指のゴルフ好きであり、頻繁に練習場を訪れている。富士山系クラシック、サントリーオープン、日本メディアシステムカップなどの大会に出場し、アマチュア部門で優勝したこともある。年末年始は、毎年オーストラリアで、赤カやアサや中村勘三郎などとゴルフなどして、過ごす。また、俳優の中井貴一やトンネルズの木梨憲りとは、 ゴルフ仲間であり、これに、ひろみを加えた4人のゴルフ番組が、テレビ朝日系列で不定期に放送されている。また、20代からの競馬好きであり、馬のいない、東京競馬場のターフビジョンでレースを見るのが楽しいと、語る。大泉洋、小池鉄平、青井良と共演した、JRA の CM、クラブ競馬も、話題となった。また、ペットの亀に競争馬の、 東海帝王の名前を付けた。音楽鑑賞、特にヘビメタルを好む。横浜 DNA ベイスターズのファンである。幼少時代、父の三国が家出という形で離婚し、母に育てられたため、三国との間に確執があった。1986年の映画、人間の約束で初共演。この時点でお互いのわだかまりは消えておらず、 直接関わり合う場面は少なかった。1996年に公開された映画、美味しんぼでは、親山役のオファーがあった三国が、主演を佐藤にして親子対決にすることを提案した。しかし、制作会見では互いを三国さん、佐藤くんと他人のように呼び、佐藤が、俳優は、サービス業と発言すると、三国が、サービス業などという考え方は間違っていると発言。 映画の発表会見らしからぬ、険悪な雰囲気となり、共演の羽田道子も言葉を失っていた。2000年代に入ると徐々に親子関係は改善の兆しを見せ、いつの間にか親子間の距離も縮まり、自然に和解するような形となった。その自然な和解後の2008年、ANA の親子共演 CM では仲睦まじい姿を見せており、 2009年に出演した鉄子の部屋では父のことを努力の人と語っている。ありがとうございます。